うまそう。カメラに肉見せるの忘れてたわ。もうなんかもうそういうの忘れちゃって、なんかいろいろ忘れてしまって、もうどういう風に配信してたかなーって。でいきなり今日赤裸々な話をしてしまうと、いきなりゲームをやるの勇気なくて、あやべえって、俺どうやって配信してたっけって。風雷の試練までやってたんだけど、あの時ちょっとまだ配信の感覚を覚えてたんだよね。あれからさらに時間経ったから俺忘れちゃって、やりやすそうなゲームを、あじゃあもう実際にやりやすそうなゲーム聞いて、それを最初にやるようにしようと思って、単発系のゲームとかどういう風に配信してたかなって忘れちゃったよ俺。本当にやっぱね、習慣にしてたものがまあもうライフワークみたいなもんじゃ、さすがに9ヶ月8ヶ月空くと忘れてしまうね、だいぶ。まあ幸いこの期間あんまりゲームやってないから、やりたいなって思えるゲームがたくさんあるのはいいんだけど、どれからやろうとか思っちゃうけどね。捕まってたね。久しぶりにシャバに出てきた。インターネットでちょっと俺、インターネットで誹謗中傷して捕まってました。ちょっとやらかしましたわ。はい、レスバザイ、レスバザイ食らっちゃって、冗談かガチかわからん。まあさすがに冗談っすよ。レスバで8ヶ月捕まったらやばいだろ。つうかそんな8ヶ月も捕まるようなことやったやつ 100% ゼータディビジョンからもう消えてるだろ、消されてるだろ。ロゴついてますよ下に、俺出てますよまだ。モニアいつクビになるか。クビにはならないと思うけど、あいつ飽きたっつってやめそう。俺の予想クビになるようなことはしないけど、なんかやっぱ合わねえわっつって、こういう所属で合わねえわっつってやめそう。モニアは配信してねえっつっても俺よりしてるからな。あいつめっちゃマウント取ってくんだよ今俺よりしてるからって。配信時間でマウント取ってくんだよ、俺はやってるけど。レバーやっぱ本来が一番うまい。あ、これちょっと焼きすぎかな。いや、もう俺の経験は、いけるレバーといけないレバー分かるんよ。これはいける、これはいけない。何秒でいける。もう経験で分かるから。これは余裕だね。俺、アイスボーンは実際やりたいね。なんか、オニアがすげえアイスボーンおもろかったみたいなこと言ってきて、あっアイスモン俺やってないんだよね実は。モニアがアイスモンすげえおもろいみたいな感じで、あいつ珍しいじゃんそんなこと言うの、あれいいぞって、なんかおもろいぞみたいなこと言ってきて、お前やるよみたいな感じで言われて、あいつが言うんだったらそんなおもろいって言うんだったらやろうかなと思って。珍しいじゃんね、なんかマジでむずいっつってた。まあやってみたさあるね。どうせワイルド出るし、新作出んのにさ、俺アイスモンやらずに行っちゃったらもったいない気がするからさ、なんで一平の話俺はしなきゃいけないんだよ。カゲロウ2。カゲロウ1から俺逃げてるけど。逃げたんですけど、カゲロウ1からはちなみに。できますか？オニアと俺。まあオニアの方が強いでしょ、もうさすがに。ガン処理はされないけど、ぶっちゃけ。ギリオニアが強いぐらいかな。今だったら。いや、ほんとに。いや、あいつ真っ先行ってないけど。余裕でいけるよ、あんな。ランクやんないだけ。ガチで。ガチであいつ、ランクやんないだけ。俺、結構余裕でマッサーいけるようなキャラ出して、普通に、マノン以外だとオニアに負けるよ。ガン処理されるよ。あいつやんないからね、ランク。いや、いけると思うけどな。なんか、なんだろうな。多分ね、他のゲームだと負けてもあんま気にしてないけど、ストロークだけ結構負けて耐えてるから、ランクまで負けが込むと停滞するんだよね。冷静になれないから、オニアは。そこな気がするな。もし停滞してるとしたら。まあ普通にやったら絶対いけると思うけど。あいつストロークだけプライドすげえ高いんだよね。なんか切れてくんだよね。名前聞くと。ストロークだけ。他何も言わないくせに。ホリックさん200ビットあります。貸します。ありがとうございます。なんかチラッと見てて、オニアがエーペックスとかでコメントと喧嘩してるの見たことないけど、ちょっとなんかそれやめてくんねみたいな、いやそれやめてみたいなすげえ多いもんね、ストロークやってる時指示込めされて。ストロークだけすげえ効くんだよなあいつ。なんか適当なこと言うとストロークだけなんかプライド高さ感じるもん。ケンキ太ってる。ケンキちょっと太ってたな。一回痩せてたんだけどな、ケンキさん。一回痩せたんだよね、どっかのタイミングで。なんか痩せたじゃんみたいな話をしてて、
この前サバゲーで会った時また太ってたんだよな。なんか一回痩せたんだよね。オニアが一回でも停滞してる気がする。もうでも俺も太ってるから一言言えないよ。俺もだって80キロ近いからね。79キロですよ俺も。今5キロ増えましたよ、こんなもん食ってたら太るよな。昼間から肉、脂のある肉を 500g 食って、また夜も肉を食う。鶏肉だけど夜は。第3回ハイパーゲーム大会が開催される。へえ。まあでもあんだけあったら、まあやるの大変そうだけど、やったりするんじゃない？知らんけど。大変そうだけど、めっちゃ大変そうだけど、マジでやらない。へえ。でも1回の時もやらないって言われてなかった？2回目はやらないみたいな言われてた気がするんだけど、やらない。だから分かんない、そこも含め。だからサプライズなんだよ、それも含め。サプライズ。俺もやるって言ったらやらないし、やらないって言ったらやります、俺は。いや、やるって言ったらやらないことも多い、俺は。やるはやらないなんだよ。最近だからあんま言わないようにしてる。やるって言わないようにしてる。やるって言うから、な、モニアにもそれ言われたな。ムカつくな。俺も思ったことなんだけど、やるって言うからダメなんだよ、みたいなことモニアに言われたな。まあ俺も別にやるって言わないようにしてるんだけど。最近だから。いや、もういいな、案件マンしかない。あいつがストローク配信してた件やってて、コメントが案件で埋まってたの面白かったな。案件で埋まってたの。そんなに案件してんのか。案件うめえじゃん、ついと。あんまり言うとかわいそうだけど、言わないようにしてたから。俺が、じゃあ違えんだよ。俺がゼータに誘ってばっかりにゼータに入った案件増えちまったんだ。俺は申し訳ないと思ってる。俺のせいだ。全て俺のせいだ。全て俺のせいだ。金を手にしたのに、オニアの失態は全て俺のせいだ。俺ゼータに誘ったからだ。俺のせいだ。そう。あいつの不適は俺のせいなんだよ、実は。俺ゼータに誘ったからだ。そう、あいつとってケンキのせいか。なんか不健康そうなんだよな、ケンキ。なんか疲れてそうな顔してたんだよな。不健康そうだった。サウナ入ってるからと思うよな、俺は。今もうサウナ界隈のネガキャンがやばいじゃん。サウナ多分不健康だと思うんだよな、俺は。でしょ？サウナ。俺サウナ一回だけ行ったけど、生まれて初めて行ったよ。この休んでる間に。なんか、普通にサウナ苦しいし、まあ、金玉に良くないってのは当たり前のことじゃん、熱が溜まったら。普通に熱溜まるし、絶対良くないだろうなと思いながら入ってた。なんか嫌だな。嫌だなって。ちょっと怖いなと思いながら入ってた。そう、モダンはね、サウナアンチだね。だって、サウナ行ってるやつ全員クラシックだもん。サウナの俺が知ってるヘビージャンキー。全員クラシックだから。クラシックはサウナに行く。モダンはサウナに行かない。サウナ顔出た。サウナ顔出た。ムカつくんだよな。俺すげえサウナ顔って言われんだよな。出た、それ。ムカつくんだよな。サウナ顔だから行きましょうとか言われるんだよね。なんだよ、サウナ顔って。お前、顔で決めつけんだよ。って。体型がサウナみたいな。サウナに入る体型。サウナ顔。ちょ、正面してくる。ムカつくんだよな、あれ。なんだよ、サウナ顔って。それで、いかせようとするのムカつくんだよな。正面してくる。